まあもう一つの言葉で言えば、この社会というものはたくさんの職業によって成り立っている。別にそのピラミッドの上を目指すことだけが本当に素晴らしい人生ではない。そういうゆったりとした気持ちで子どもと向き合っていただければと思います。私も小学校1年の時はほとんどダメでした。学校で、まあ、普通学校では無理だっていうふうに先生に言われて、私の母は笑ったそうです。普通に暮らせてるのに普通の学校に行けないはずないのにねって、うちの母は私に笑っていました。先生がなんか普通の学校であんた無理みたいって言われたよ。でもその時母が笑って、そんな別に大丈夫に決まってるのにって先生には言っといたから。でそれはあの子供の時に思い出に残っていますが、急がず子供が自分で自分の人生を広げていく、大きな海の中へこぎ出していく姿を見守れるような、そんなの、まあ、親でありたいと思います。最後に私の去年、今どこにいますか、それからぬちゆいという曲などが入っているアルバムの中に一曲、そのこれからの子供たちに送りたいメッセージとして、君が生まれたあの日というの歌を作りました。これは父親が生まれてきた子供に手紙を書くというストーリーなんですね。女の人は大体忙しいですから、赤ちゃん生まれた時に手紙なんか多分書くことはできないと思うんですけれども、お父さんという立場というお父さんの役割ってあるんじゃないかなと思いながら、私の想像の中でこのを作りました。今この「君が生まれたあの日」というタイトルで番組をラジオでしているんですけど、これはもちろん父親からでも母親からでもおばあちゃん、それから兄弟、いろんなどんな人からでもいいんですけれども、の子どもの誕生を祝う、あるいは誕生を見守る、願う、いろんなメッセージをこの手紙にして届けていただいています。その手紙を私が朗読しているという番組なんですが、このいろんな形でネットでネピア、君が生まれたあの日というサイトで募集していますので、ぜひ応募していただきたいと思います。では私の最後の歌でありメッセージになりますが、君が生まれたあの日を聞いてください。初めて歩いたあの日、
つまずいても歩いて